オフってやばい焦げパンさんヒント実はね私ねその焦げパンで思い出したんだけどさあれだよあのー、中学校の頃小高校の頃だ高校の頃さ焦げパンさんいるかな高校生の頃 私、まあ、黒かったじゃんそう高校生になってから、まあ、白く割と白くなりやがしたんだけど高校生私中育ちですごい真っ黒ですごいそれがコンプレックスだったのねだからなんか高校生高校1年生の入りたての頃ツイッターの名前焦げパンだった多分インスタの名前も焦げパンにしてたそうそしたらいろんな人からフォロー外された つながってたのにそうめっちゃ記憶ある <laughs> 焦げパンっていう名前なんかすごい自分がこ焦げてるそう高校入ってすごい白い子ばっかりで私がすごく黒く見えちゃって自分焦げパンじゃんっていうのをネタにしてたのねだからその高校の仲いい子にしかわからないネタでそうそれをなんか高校の仲いい高校入った子 のなんか高校のそのクラスの仲いい子たちにしかわかんないネタだからなんか焦げパンでフォローするとフォロー返されないしっていう <laughs> そう思い出があったそういえば焦げパンだった私ずっと中学校高校か高校1年生ぐらいの頃のツイッターの名前焦げパンだったあかんツイッター、あのー、インスタもそうまだあのー 映えとか知らない時期高校一年生の子だから焦げパンとかめっちゃ普通に名前書いてたそうこんばんはゆさくおつかですあたるこんばんはおつさんこんばんはゆさくさんかこんばんはやばいよねマジかか <laughs> いつさんこんばんはクロワッサンにしてなんで <laughs> 違うこげパン違うなんか誰かに言われたんだよね なんか私あの焦げパンみんな知ってるキャラクター性格知ってる焦げパンのなんかなんかそう「性格かな,なんか姫なみたいじゃない?」みたいなこと言われて焦げパンだったしかもなんか裏垢とかならまだわかるじゃん裏垢を焦げパンにして仲いい子たちだけとつながるみたいなそういうのじゃなくって 普通に一つのあの本ア,本アカウントっていうのかな本アカ本アカを焦げパンにしてたからなんか中学校の子たちからはめっちゃフォロー外れた誰この子みたいな感じでそうだからなんか一人ずつなんか DM 送っていくの大変だったなってかさ今ってま、X ってさあれになったのなんだっけ 有料化にななったのなんか有料化になったっていう話を今日聞いてちょだから何かなんやろどうなんやろ分からんけどスレッズの方に3期研究生のあのアカウントがなったみたいな分かんの知らないけど正確分かんないけど焦げパンみたいって言われた、ま、真っ黒だったのは事実だしねそう くらいだったのは事実ので何も言えませんが実際私もそのあのー、ネタを名前にするぐらいだから「こげパン」ってそうキャラクター「やさぐれてます」だって <laughs> やばいやさぐれてるっけこげパンってえ可愛い,いんだけど人形じゃんこげパンさん写真テ m さんひたんこ焦をいじけてるよね <laughs> ああやさぐれっつうことね

私やってるとツイッターのユーザー名なぜそういう名前になったのか気になることがある <laughs>。いや、そうだよね。なんか、そう。確かに。えこう見てても、思うもん、私こう、みんなの名前読んでても、どういう由来でこの名前になってるんだろうとか、めっちゃ気になる。セムさん,ひたーん、ヒタんこれからナイスパンに <laughs> あやっぱそのパクリになっちゃう。パンをつけると。 引いてしまうのかなななななわわかかかかかんんんん多分誰か分かんなかったんじゃないなんか私のつながってた子たちは割とマイなんか定期的にフォロー,フォロ,ーフォロワー整理をしてる子たちのイメージだったから多分仲いい子しかつながらないみたいな感じわかんないけど私もそんな感じだったのねそんな全然知らない人とかフォローしなかったから。 でもね、なんかねあれらしいあんまり SNS を活用しない女の子の方がモテるらしい <laughs> そう私はバリバリ使ってた普通もうねてか Twitter がすごい流行った時期があったの私が中学生の頃とかもうなんか毎日のように投稿してた毎日のようにつぶやいてたし毎日のように投稿してたけどそう 有料あ有料のあ,有料のあそうなんだじゃあこんばんはキャッチフレーズを焦げ,げてねーにし焦がしてねーにしよっかなそうよ待ってそうキャッチフレーズを考えなきゃいけないもしいや作らないかもしれないけどもし作るもし公演始まるじゃん公演始まったら絶対いるよって言われて先輩にえでも そう作らないって聞いたからどうなんだろうみたいなまあタイミング分かんないけど作らないかもしれないけどねでも私本当に何も候補がなくて <laughs> もうなんかすごなんかみんなわりかしいのあるのねいや分かんないけど知らないけどでも私は引いたんじゃん一応。 もうなんか牛タン塩タンひいたんしか思い浮かばなくて牛 <laughs> タン塩タンひいたんぐらいしか考えられなくてわ <laughs> かんないと思って <laughs> あそう木原さんのやつか消えようとそう1かんお疲れ様ですさてのひいたコゲパンさん顔が黒いと言われてから一緒じゃあ姫だと同類だ同類こうですコゲパンさん同類こう 僕の選ぶあ,あそう,う,う南光さんはすぐ分かったすぐ分かったあのー、あれでなんだっけ放課後で自分は確かに蛍は本名アナウンサーになったらニックネーム「焦げパン」にしてなカトパンみたいちょっと待っていや全然いいよ私は もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対歌だよねあれ私 <laughs> あのー、大阪から出る時に、まあ、最後本当に大阪のお引越しの前日にお友達と遊んだんだけどいや送迎会送迎会そうなんかお見送り会送迎会っていうのかな をしてくれてその時に遠く遠く歌った遠く遠く離れていてもみたいなそうめっちゃ記憶にあるでも全然誰も泣いてくれなかった自分が泣いたっていうねそうツボち,ちゃんあっそういうことね 何投稿するの毎日えつぶやいてたツイッターの話なんだこれなんかつぶやいてたあー今からお風呂入るとか今日は暑かったとか何してたかな何ツイートしてたかなえ何ツイートしてたんだろう なんかカワヘビがいたとか本当にどうでもいいもうなんかそう日常をあれしてたツイーして一応からそう平野ほら牛タン塩タンじゃそうただの、ね、そうただの肉好きなの好きだけどさすがになんか可愛げがないじゃんと思って美味しそうだよねお母の何かを確かに、うん、牛タンとな何 <laughs> でねぎごめ

そう私も「そうトークトークを歌ったらみんなが泣いてくれるかなと思って選曲したのもう一個なあそうあと AKB48 さんの10年、あのー「10年あの十年桜」とかいろいろなんかちょっと卒業系の歌を歌ったの <laughs> 大阪を離れるだけで <laughs> そうそしたらなんかすごい全然誰も泣いてくれなかった逆に なんかその歌唱力でよく合格できたねみたいな笑,笑われた確かにでもなんか私の多分最終審査の歌唱審査まあダンス審査も歌唱審査も多分ビデオなんかカメラには収まってると思うのカメラさんいたから会場に。 あビデオ回してる方いたからビデオというか、まあ、カメラマンさんいたから絶対残ってはいるんだけどもう見たくなさすぎててかいつかこのように流れるのかなって思うと流してほしくなさすぎていや流れないと信じてる私はどうなんだろうねうみんなは見たいかもしれないけど「ドラさんこんばんは」「ツイートで後で見返すなんでこんなに言ったん?」って思うわかる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  めっちゃわかるでもね私あの時の中学生の私はツイート数が命だったのすごいあの何、ー、ツイート多い方が勝ちみたいな感じのなんかツイート数を争ってて謎に人とフォロワー普通フォローフォロワーとかじゃなくて私はツイート数を争っててでなんかねお兄ちゃんに一回なんかお前なんか フォロー欄の方が多いのキモいみたいなこと言われてお兄ちゃんにね私フォローめっちゃ多かったのフォロワー少なくてフォローがめちゃくちゃ多くてなたぶん5 0 0百五百フォロー500は嘘か500いやでもわかんない500フォローに対しな芸能人さんとかいっぱいフォローしてたから500フォローに対してどんぐらいのフォローなんか全然違ったの差がだからそれはキモいみたいなことをお兄ちゃんに言われて そうそっから減らしたあっフォロワーの方が多くなるとダメなんだっていうのをそこで気づいたまんじーみたいなのツイッタートしないけど川わがいがたらツイッタートしたくなるよねそうかおりさんこんばんはツイッターらかいそうツイッターらかいりネさんだよねツイッター,ラーねエネルギーチャージしそう <laughs> あげちゃたでもたは本当に歌唱審査見たいないやもういや,やばいって多分ん姫名マジでマジでって言ってに世にさらしていいものなのかって思う自分の歌唱審査最終審査だよね二次審査はまだしもそう夢は逃げない 正直本そうだよね昇格の時なのかな人気が出れば出るほど流される確,実あ確かにそうだよねうん一回一回で一回サブダウン,サダウン歌いたいなんかね音楽がなかったら歌っていいんだよね多分このショールームは。 カラオケじゃダメだけどみたいなでも何か私「おはこ」っていうおはこがなくってすごい浜崎あゆみさんの曲をおはこにしたかったの今日無理と思って難しすぎて「イージーのこんばんは」 言ったよりも岡山のヒータンみたいな <laughs> じゃあ岡山のヒータンにする <laughs> 岡山のヒータンにするっていうか岡山をつなんだ感じだよね岡山のあれを入れたそうジュミさんヒータンチフォローしてそうてかその時 フォローフォロワーの意味をよく分かってなくて、私、その当時、中学生の時。ハロウィンフロ o ムインドネシア。おう、サンキュー。レイちゃん、なんでやんねん、ヒッタン。まるとめちゃんだ、こんばんは。そういえば、最終オーディション前にパパケるって話題がオーディションの時だった。どういう話題でパパケるだったっけま、あ最終オーディション一緒に行ったのはパパですが。 うパパと一緒に行きました最初さすがに鼻歌舞伎だったら厳しすぎる清澤さんは息を流しの一般曲そうなのすごい高橋さん引ったんかね分かんないじゃない研究生だから そうどうも研究生とか関係ないかもしれない関係あるかもしれない関係あるけどしさん引般昔寄生されるぐらい配信だったちょっと待ってそうなのすごいな、ね、ショールーム確かにあまだあるんだメルクのツイートに私のショールームの歌 話戻るけど牧原さんの曲で一番「僕が一番欲しかったの」なんだけど一回「ええー、聞く!な」な僕が一番欲しかったもの、ね」でもちこう僕が一番欲しかった僕が」 絆創膏にメモした今クチャンさんひたんヤダミさんなんだよねー笑まちさんこんばんはまさきあダミさんと眼鏡似てます本当に嘘 <laughs> 嘘だもうね私はあの。 様と呼んでおりましてそう「様」をつけて呼んでますもうリスペクト顔もてかオーラ存在てか私のお母さんがすごい安室奈美恵さんのファンだったのそうでも確かに安室奈美恵さんも結構好き歌とか あのーなんだっけ有名なやつ「キャンユン,ンセレブレート」めっちゃ歌ってた <laughs> なんか娘に蹴ってて最表人パパ蹴るってないドン引きあそういうことあ分かんない全然記憶にないけど そう、パパ蹴る今日モズん見せてってさあれしたのに電話ビデオ通話したのになんかご飯中だからって切られた「と佐健太さん,こん,タさんヒタンこんばんは達人さんひいたんゲッツさんひいたんいやもうパロボンテさんこんばんは悪さんわいらはひいたんあははっやばでも違うそうなれるように頑張るね イータン様になれるよいやー浜崎あゆみさんは本当に神ですね姉ちゃ世代ですゆはの神様かな世代私の世代なのかは分かんないけど私側は個人的に浜崎あゆみさんの曲をほぼ聴いてるから なんかもう結構そういい絶対嘘でしょほしいえってかねなんか ＮＨＫ で今してるよねアイドル様の特集が ＮＨＫ かなどっかでってか最近いやーもう。 ピンクのモフモフみたたいすいすまませんも言いましたえピンクにしようか迷ったのこのモフモフねピンクにしようか迷ったんだけど青にしちゃったグレーかいや青かあお岡まちゃんこんばんはそうお母さん村です アムラーですねお母さん y o u t u b e でオーケストラーに譲ろうそれ見てえっ分かった僕が一番欲しかったものかアムロオタがアムラーなら姫名オタは姫名ちゃんとうん <laughs> <laughs>、ね、そうだねなんかさほんとに一つ一つがつぼっちゃうんだよねそう ヒメナヒメナ姫ないばい <laughs> ちょっと待ってやばいんだけどそう呼ばれる存在じゃないからさシッチさんヒタンあおみさっちこんばんは冷たいそれなホントにタチはヒタンヒタンのくめちゃかわいいかわいいよねこれてかこのさなんかブローチ今流行ってないこれもうつけるだけでちょっと豪華にな,なりそうなワンランクひ上の 服になりそううな錯覚を起こしてしてまうブローチですでこの服をかなうと買いに行ったんだけどなんかかなうがそう,なんかもう一私この服ともう一つ迷ってる服があってでえどっちがいいみたいな絵で多分もう一つの方がんじゃあどっちも可愛かったの。で も悩んでてでも最終的になんかこっちの方がなんかゆいちゃんっぽくてそうゆいちゃんっぽくてなんか豪華に見えるってなってこっちにしました「ゆいちゃんゆいちゃんゆいちゃんっぽくて」って言われてそうゆいちゃんゆいちゃんっぽくでそうなの私の世代ではないかな多分えそう さごめんさこチクサインが左に申し込みましたえー、嬉しいありがとうローリボンさんありがとうヤトさんヒーターありがとう来てくれていいエイベックスが一番勢いった時代エイベックスねエイベックスさんすごい何かちゃちゃさこんばんはうれしさこまってない ファンの一お姫なん <laughs> えそんなパクリって言われないかな奥 <laughs> さんこんばんほんだワンポイントそうなのあんまこう配信では見えないんだけどここにあるんです胸左胸らへんぐらいにそう実はここについてたんだけどこれがあるのとないのとでは多分全然服のイメージが全然違うというか これ取れるから普通のなんだろう薄手の普通のなんだろうニットとかにもつけるだけであのなんていうのワンポインワンランク上がる服に見えるみたいなヒのナインちょっと待って本当になんか採用されてるよ平藤おじさんどうするの こんばんはありがとう来てくれてありがとうおりがとううんいいプロえいいよねこれかわいいよねゆいちゃんみたいって言われてかなうにじゃあこれにするっつって即決ですゆいちゃんにするってゆいちゃんみたいって言われた瞬間じゃあこっちだよねってでもス列に書いたように なんか私はジ子シアナさんが着てるようなお洋服が好きでブランドだったりもう高くてしょうがないの高くて高くてジ子シアナさんが着てるお洋服ってでまあそういう服はお母さんにねだるんだけど自分で買うってなると絶対買わないからそうゆいちゃんっぽくてそうゆいちゃんがそうゆいちゃんが基準ゆいちゃんおしゃれだからね 判明 OK、えっホントに姫メのあにするようじゃん中堅さんこんばんはおやさんヒッターさよならさよなら確かに奥さんと対決して何の対決だ姫メのみんないいないいねって言ってくれるじゃんカメムシも胸についたらワンランク上見えませんえっちょっと待って聞いてあのねお掃除してたのそしたらえっ全然気づかなくて玄関の上にカメムシついてたの いつ入ったのあなたと思ってそうびっくりしたでもあれだよやっつけたそう怖いとか臭いとかよりも怒りが湧いちゃってそう何勝手に入ってきてんのと思ってカメムシに対してね すごい最高最高最高パス並みに防虫剤振っちゃったそう多分もうなくなってるであろうなのにもう私の怒りが止まらなくて <laughs> もう勝手に入ってるのが許せな,許せなくててか 玄関ののの外にいるのはいいるはただ家の中に入るのはまた違うじゃん話がもう私はそこで怒りを覚えちゃってそう誰が入っていいって言ったみたいな <laughs> もうほんとに怒りがもう湧いちゃってすごいカメムシに対してね私ほんとに短期かもしれないすごく短期かもしれない虫に切れるからねでもでやばいほんとに短期って思われちゃいそうだけど違うの違うの 短期ではない短期ではないんだけど家に入るのはまた話が違うでしょってなって玄関の外にはいいのいても別にだからもうほんとに怒りが湧いちゃって多分えもうシュってめっちゃかけたのそしたらポロって落ちたのね下にで下に落ちたなお ずーっとシューってかけてもう本当に玄関が臭くなっちゃってその防虫剤の匂いで<う>ちょっと待って今叶うから面白い夢なんか話が来たんだけヒメナつけてツイートするわオッケー」ででもさあれなんかさファン名称みたいなさショールームに書くとこあるじゃんそこにも書いとくホンにヒメナにするのってかあり

でお天気や情報を伝えるのももちろんだけどそういうお洋服とかもこういう私たち多分こういうファッションが好きな女の子だっているじゃんそういう方のモデルになってるの参考モデルになってるのそれをお女子アナさんが着ることによって綺麗な女子アナさんたちが着ることによって私たちみたいなえ可かわいいみたいなそうただただ。ただ 可愛すぎるから女子アナさんが全く同じように着こなせるかって言われたら着こなせないのでも私思ったのあのね高い服はやっぱりスタイルがよく見える私の錯覚かもしれないけど亀し君もいそロうそう「ひめなぁ」「ひめなーしてみるとも <laughs> さ,さんこんばんは カメムしめわしよりも <laughs> そうそうなんだよねカメムシ入っちゃったんだよね本当にねやめてほしい家に入ることだけは冬眠冬眠なの全然早く冬眠してほしい桃太たささこんばんはこんばんはてか今何時だろうちょっと私さ明日も早いんだよねもうすぐ終わっちゃうかもカメムシ嫌いな、ね、そう もう嫌だ不欲しそう不法しそのお家に入るのはハードル高いのね私のおうちそう美顔さん引いた助け目が引タた何これ亀亀梨君だったらいいのにね冬くんも大ふもふですねそうもフふもふなのさあ殺虫剤防虫殺虫剤ねそう殺虫剤なんでなでんなでんねんや ちょっと待って分かんなかったなでんねんや何でやねんって思っとしたひたーくまちゃんこんばんは粉末状になるまでえっ踏みつぶすのはさすがにしなかったけど本当になくなってるのにずーっとかけててもうずーっとかけてたもう,もうずーっとずーっとずーっとかけててそう因縁っていうの因縁懇念因縁を晴らす何因縁を晴らす 恨みみを晴らすみたいな <laughs>、うん、スプリンガンさんヒッターもう私はえあうんそう,あ,んあ,そうあのねユニバーユニバ行ったじゃん私みんなとみんなとメンバーとでその時にバイオハザードの乗り物に乗った入ったんだけど私ほんとに主人公かと思っちゃった楽しかった銃でゾンビを撃つのがそう かなおちゃん見てるのか,かなおちゃんじゃあかなおち,ち,ちゃんはあの今起きたって LINE が来ました <laughs> <laughs> 自分の何だよね吉田さんひたそう姫菜美香ちゃんさあはい楽しみそうジュシアナさんもよくストーリーそう気象予報士の資格挑戦したいんだよねでも気象予報士の資格はただもうちょっと余裕を え本当に取りたいんだけど寄贈予報士の資格はただもうちょっと余裕が欲しいの時間そう今だってタイミングで取りたいから今だと取りたいというか勉強したいからそうただその今だじゃないんだよね今はまだまだ今だって感じじゃないから 魚粉まみれさんお疲れ様ですカメムシ連れ込んだつ入ってきたの連れ込んだじゃない入ってきた二分二分かもうそろそろ終わろるかなじゃあねぐちゃなぐちゃぐちゃえそう今日ねメイクさんにはさなんか絶対無理せは絶対部屋汚いってわかるって言われて <laughs> えと思って部屋汚 いやーまあ何とも言えないけどさ自分で綺麗ですとも言えないけどメイクさんに見抜かれてたカメムシなんてマヨネーズかけて食べてやるよ気持ち悪い <laughs> 本当に言ってる好きなアナウンサーはえー、えー、いっぱいいるけど誰が好きなんだろう私 でも、そう、あのー、もう、あのー、アナウンサーやめたのかなインフルエンサーかの活動になっちゃったんだけどインフルエンサーではないけどそうヒントはいつ見てんたたこやきそびちありがとうほん <laughs> 周年ぶたやんかなう <laughs> みたいなゾンビいたうん、いなかったみんな姫な売り方良くて性高かった え、でねなんかあこれ言っちゃダメかネタバレになるから入る人がえでもあ、ダメか入る人がいるからネタバレになるから言っていいのかなユニバのあれタコたんさんの「あ10時4分」でももう少ししたら終わりますえそう結構かかるよね傷気象気象予報士そうただ かなちょっと違う <laughs> そう言っていいのかなこれうーん難関資格だからね本当に勉強する機関が本当にいると思うただ今じゃないんだよねいや欲しいなとは思ってるいずれリレイヤさんこんばんはユきくんあユきくんこんばんはあむみちいでこんばんはくされそう。 そうなのめっちゃ難しいのメイクポーチの中も汚いこれで察してこれでこの見えないこの指で察してメイクポーチの中も汚い <laughs> ジョーニャーズさん飛弾終わっちゃうのもうそう明日も早いから東大生のメイクポーチ東大東大生で落ちるの私絶対無理じゃん いや分かってる,分かってるそんな簡単に取れるもんじゃないっていうのは分かってる分かってるのであそう森かすみさんですひなちゃんいたメンバーの一番キだったのに何もメンバーの家行かないんだよねミクさんこんばんはほいさんこんばんはぐらいだよね HK さんの日が受かったら何何をやめるの 15年前に合格しましただってすごい西日奈さんえすごいんだけどすごく天才じゃん天才じゃんバカいじりやめるわいややめてよ本当に私がごえでもえこれで私がさこの活動中に撮ったらすごくないもうみんなひーたんって呼ばずに姫野様って呼んでね <laughs> いや姫野様って呼んでね 私が活動中まあないと思うけどねインフルエンサーになっちゃったよねでもそう最初は学科を取ってその後は3回は学科免除で実技2000年って感じですそうだよねきいきれい自分がねん おいでます元気さん元気も理でありがとう来てくれて藤形さんこんばんはかりさんひいたんもちろんナイスベありがとうおかりさんえ一匹ちょうだいよひたん競い星報士弁奏で自分目指さ <laughs> 待って本当に女王様キャラ確実だねそんなことないからひみこさんは言えひめださんはいや今言わなくていいよ <laughs> それは無ってすごい笑顔で言われた そう武藤友さんでも8回目だから現役中はすごく厳しいかもしれないけど私はいつかは欲しいなっていういやもう暇いやめてやめてやめて国家試取ったらそうだからそろそろ壇上を読もうかなありがとうみんな 待ってね。では読みたいと思います13位ドンちゃん12位まいちゃんさん11位ガッツさんありがとう10位が浦部さん9位が埼玉の山添さん8位がヒラリーハットさんありがとう7位が岡山のツボちゃん6位が南光さん5位がグッチョブ太郎さんありがとう4位がみやさん3位がなくん2位がゆいさん1位が星ありがとうパチパチおつチャレンジしましょう どっちが先絶対渡るじゃん違う私はちょっとこの気象予報士を取るにしてはちょっと環境が今環境がじゃない余裕がなさすぎる活動に専念したいからすごくこのアイドルを優先的にしたいからこんなこと言ったらこんなこと一生言ってそう私まあでも目指してます <laughs> セュテヒットノックストス、数字ポスタあ、また見とくね、カーリさん。ありがとう。では、皆さん、明日も一日、明日から頑張りましょう、一週間。では、バイバーイ。おやすみなさーい。またね、また明日。